こんにちは島田です営業トーク作成のテクニック編の第5番目ですね、えー。これは何なのかって言いますと、同調効果と呼ばれるものです。人がやってることを真似するというか、皆さんやってるっていうのがですね、非常に じゃあ俺もみたいに、ね、<laughs> なりやすいよっていうこれが同調効果って言われるものなんですけどそれをトークの中にうまく織り交ぜますよっていう話ですそれでこれはテレアポトークにも使えますし実際の商談の中でも使えますそれを意識的に織り交ぜるようにぜひしていただきたいんですね例えば、えーまあ、よくテレアポで使うのは えー、皆さん、順番にお伺いさせてもらってますんでとか、あ皆さん、一斉にやらさせていただいてたんでとか、あ皆さん、申し込みいただいてたんですけどっていうようなね、えー、そういった使い方をしたりですね、例えば LED であれば、あの、まあのまこういったお使い方の方は、まあ皆さんですね、えー 遅かれ、早かれ切り替えるものなんで、だったらもう先にやっちゃおうっていうことで、えー、結構取り組みいただいてるんですね。まあ実際これ、事例見ていただけると、みたいなね <laughs>、えー、自社でね、導入させてもらった事例を見せてあげるであるとか、えー、そういったので、えー、話を進める、この話の中の導入部分、まあ、結構アプローチの部分とかでね、えー、使うことができたり、 あとはクロージングですね、クロージングの部分で、この同調効果を使ってですね、実際ですね、えー、こちらちょっと見ていただけると分かるんですけど、まあ、こういったお客さん、まあ、ちょこれ、社長のところ、すごく似てるんですけど、えー、水銀灯とかたくさん使われてる事例でね、えーまあ、実際入れさせてもらって、かなりお安くなったりしてるんで。うん とかね、えー、こちらの場合ですと、みたいな話をしながら、まあ、皆さん、あの申し込みいただいてたんで、まあ、安くなった中でね、導入できるんであれば、まあ、別に社長もね、いいかなとおっしゃってたんで、じゃこれでよろしかったですね、みたいな流れでやるであるとか、えーまあ、できるだけね、みんなやってるよと。当たり前だよっていうような流れを作れるか作れないか。 えー、これをうまく遠くに織り込めるか織り込めないかによって、えー、例えばテレアポであればアポ率が意外と少しなんですけどねむちゃくちゃ高くはなんないですけど、えー、変わったりしますし、えー、実際の契約とか商談の場合でも決まりやすいですよというのがありますねあとむちゃくちゃ面白い話なんですけど えー、名古屋近辺ですね、えー、そこの辺のお客さんって本当面白いなと、えー、これ実際の話をちょっとさせてもらうと、えー、名古屋でですね、たまたまですね飛び込み大会やろうみたいなのでね、えー、昔、フランチャイズの オーナーさんが企画しまして、えー、飛び込み大会っていうのを、そこの社員さんと、あと、まあ、私は <laughs> フランチャイズを統括する人間として呼ばれてね、あとスーパーバイザーとか、えー、あと、まあ、東京の方でね飛び込みを主にやってた、えー、フランチャイズのオーナーさんとかね、何社か、まあ、呼ばれてですね、何名ぐらいかな。 多分30人ぐらいで、えー、その1日ね、1日っつっても朝からね、えー、3時ぐらいまでの間なんですけどね、飛び込みたいかいってやったわけですよ。その中で、私1人だけ契約を取ったと。 <laughs> 自慢、自慢かな、自慢じゃない、いや自慢、まあ、まあまあまあ、いいんですけどね、<laughs> それで、まあ、実はね、やりてくなかったんですよ、飛び込みなんて、やってらんねえよ、お前、何年ぶりだよとか思いながらね、えー、まあまあ、あんまりね、売れない子を、えー、そこの社長が私とタッグ組ましてね、やってたんですけど、もうやってらんねえなと思いながら、まあ、彼に飛び込みさせてたんですよ。 それで、いや、島田さん見してくださいよ、みたいなこと言われてね、まあ、しょうがなくて、交代交代で回ってて、ああ、もう嫌だなと思って、えー、昼休みを休んで、その後ね、 えー、ちょっとね、ゴルフの練習場みたいなところを飛び込んだりしてね、えー、なんていうのかな、半分休憩しながらね、やってたわけですよ。それでもうそろそろ帰らなきゃいけないなと、ちょっと真面目にやろうかなと思って、こんにちはーって私が飛び込んだ酒屋さんがあったんですね。そこの酒屋さんで、まあ、話をしてたときに、まあ、ちょうどね、ターゲットの電話機がついてたんで、えー、そこでバーっと話してた中で、 あのまあ、結構ね、名古屋で他のところで契約取ってたりしたんで、えーまあ、この機種をお使いのお客様だと、皆さんね、えー、こっちのタイプに切り替えの方をさせてもらってるんですけど、みたいなことをしたら、面白いんですよね、名古屋の人って。名古屋の人って、新しいもの好きででプラス見栄っ張りなんですよだから、新しいの好きなんですよ。しかも みんなやってるって言われると負けたくないっていうんでしょうね。<laughs> 食いいつきが半端ないんですよねそれで乗ってきて即、まあ、決で決まったと <laughs> いうことでこれ地域性も結構あると思うんですけどねこの同調効果っていうのは。<laughs> あのすごいねハマ、えー、ってくる場合は思いっきりハマるなっていうのがあるんでこれぜひねやっといてほしいなっていうのがあるんですけど。 自社で導入したところの事例を、できるだけ写真に収めて、まあ、できたらね、社長にピースとかやってもらってね、写真に収めて、iPad とかにこう入れといてほしいんですよね。それを見せてほしいんですよ、お客さんに。そうすると、同調効果がより伝わって、 ああこんなにやってるんだみたいなねもうそれだけで契約取れたりするんであの意外とねこれ弱いんですよ人間ってあの、まあ、特に日本人は同調効果がすごいあるんでみんなマスクするじゃないですか世界マスクしないじゃないですかって考えると。 日本人この同調効果は半端ないですから、えー、うまくこれを遠くに織り交ぜると決まりやすいですよと、えー、いうことで、えー、同調効果を活用しましょうと、えー、いう話でしたで私はですね、えー、営,業系営業教育系の YouTube チャンネルであるとか営業セールスのお悩み相談であるとか 営業会社にセールスイネーブルメントを売れる仕組みのですね、導入のお手伝いであるとか、あと営業マンと現場同行しながら、売りながら指導するというようなこともやらせてもらってますんで、何かありましたら、ぜひお問い合わせの方よろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録、まだの方はぜひ登録お願いします。